京 FM ムロプレゼンツキングオブディギン、夜9時になりました。パーソナリティのマッカチンです。ムロです。ムロさん、こんばんも、よろしくお願いします。さあ、今日はもう2月22で、はい、並びみたいなですね、ま、並びましたね、はい、並びましたね。まああんまり特に意味はないんですが、はい、はい、早速本日のテーマ、ムロさんお願いします。はい、先月11日伝説のバンド YMO のメンバーで、うん、ドラマーの高橋幸宏さんが亡くなられました、うん、去年70歳になり、うんうん、今夜はその高橋幸宏さんを追悼したスペシャルミックスをお届けします。ああ、まあまさにですね、うん、もう日本の宝ですからね。そうですね、はい、やっぱりそのうちらの番組でも、うん、まあムロさんの番組ではもうこう取り上げていこうというところで、まあもしかしたらね、うん、いろいろ多分やっぱその宝ですからね、はい、いろんなところでやってるかもしれないですけど、やっぱムロさんならではのチョイスみたいなのが、うんうん、やっぱこうちょっと今日は聞けるのかなっていう感じも踏まえて、はい、まずはリスナーさんに向けてですね、うん、ディレクターズチェック、高橋幸宏さんとはというところで、はい、1952年、うん、東京生まれ、高校在学中よりスタジオミュージシャンとして活動を始め、うん、1972年にサディスティックミカバンドに参加、1978年に高橋幸宏名義でソロデビューし、同年に細野晴臣さん、坂本龍一さんとともにイエローマジックオーケストラを結成。テクノポップという新しい音楽のジャンルを築き、高橋さんは大ヒット曲のライディンの作曲も手掛けましたと。で、以降ソロと並行してザ・ビートニクス、パルス、スケッチショー、ピューパ、インフェイズ、メタファイブなどなど、たくさんのグループ活動を行い、プロデュースや楽曲提供のほか、ファッションデザイナーや文筆、俳優などマルチに活躍されましたということで、ムロさんはどうでしょうか、この現場で、はい、幸宏さんのとか、うん、かけたりとかしたりとか、なんか、はい、実際お会いしたりとか、なんかありますか。 YMO の作品は随分かけさせてもらってますね、うん、今はずっと長く、やっぱ入りはスネークマンショーだったりしてましたね。そこから YMO にたどり着いて、ああ、なるほどなるほどなるほど、ところですかね。で、2018年にディギンビクターっていう CD、うん、ミックス CD を出されてますよね、はい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 、そこからですね、7インチカットをですね、させていただいてました。東京レコードから、そうです、サディスティックス名義で、はい、はい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 、幸宏さんが作詞で参加してるオンザシーシュアって曲ですね。ああ、なるほどなるほどなるほど、それ7インチ出されてますよね。はい、7インチに切らしてもらいました。そうですよね、あれ、そっか、ミックス CD からのやつか、うん、そうですね。そっか、さらにさ、それディギンビクター来月とか出すやつでしょ、うん、そうなんですよここもちょっとつながっていきますね、はい、じゃあ今日はその辺もかかるのかな。そうですね、その辺もかけようかなと思ってます。ね、はい、あとあれだよね、やっぱ俺もデブラージから教えて、うん、やっぱブッダブランドのその黒船、うん、黒船ね、黒船サディスティックミカバンドであるもん ね、放題がね。これはもうみんななんかジャケット多分見覚えあるけど、うんうん、結構なんか海外とかでもやっぱなんかコンちゃんも海外で見っけしたとかしたのかな。93年に僕初めてニューヨーク、うん、行った時にコンちゃんに、うん、連れてってもらったレコードディーラーの人が持っていて、うん、お、日本のレコードだ、うんうんうん、でそこからサディスティックミカバンド全部聞いて、和物もその辺からも聞き直してっていう、なるほどね、はい、きっかけになりました。逆輸入っていうか、じゃあ向こうで知ったんだね、うん、そのサディスティックミカバンドのこの黒船に関しては。はい、そうです。ああ、なるほどね、はい、やっぱまあまあ、じゃあものすごいですね、うんうん、それはやっぱね、この間のグラミーでもね、幸宏さんはなんかレスインピースみたいな感じで紹介されてたっていうのも分かりますね。オッケーオッケー、じゃあ早速ムロ君準備してもらっていいですか。はい、そっか、まあ自分はね、サディスティックミカバンドの第一マフさんがね、ボーカルやってる時にテレビで CM でね、うんうんうん、やってて、ちょっとそれは中3ぐらいかなに初めて知ったんですけどね。ムロ君準備 OK？ はい、 OK です。はい、ではそろそろ行ってみたいと思います。2022年2月22日本日は高橋幸宏さんを追悼して、ディギン高橋幸宏です。ムロさんお願いします。
見た夢のようにどこかに揺れて、移りゆく時の波に心惹かれてゆく、沈む想いの中にだろうさ揺れてる、夢はまるでだろうさを捨ててらだ、時はさまよらねむら、歌は心にいつも流れてる、今にもここから想いは飛び立ち、
キングオブディギン、本日はディギン高橋幸宏というテーマでお届けしておりますが、ムロさん、やっぱりこのドラマーの高橋さんだけあって、はい、うん、ドラムというかリズムがしっかりしてる。本当です ね、だからこれはやっぱりあの、まあ、70年代からこう活躍されてる方ですが、うん、やっぱりこの当時の日本の音楽あるいはまあ歌謡曲みたいな中でやっぱこんだけリズム体がしっかりしてるのはやっぱ珍しかったんじゃないかな。なんかやっぱ我々がこう和物和物とこう室さんとかがこう掘ってこうかけてくれる楽曲も、もっと音圧があれば世界に通じるのにって楽曲がいっぱいあるじゃないですか。そうですよね。ね、だからやっぱその辺も考えるとやっぱりその YMO メンバーしかり、うん、まあこの時代の特にまあ高橋さんはドラマーですからね、うん、こうドラムがしっかりしてるっていうのはやっぱこう洋楽を影響受けて彼なりになんかこう表現したかったことの音楽の一つなんじゃないかなってやっぱ改めて思いますね。うん、まあ本当に世界レベルだね。本当の時代も素晴らしいです。そうですよね、はい、それでやっぱなんかちょっと今こういろいろ聞きながら何ムロさんのこのレコードのねジャケットのライナーノーズとか読んでると、はい、こう例えばサティスティックスのアルバムとかでもねなんかこの海賊をテーマに作ったコンセプトアルバム、うん、まあ、例えば今日 の5曲目ザ・東京テイストっていう、はい、まあ、完全に海賊のジャケットなんですけど裏面とかものすごくて、ね、最高ですよ ね。でも海賊をテーマにアルバム作るとか、うん、ちょっとやっぱ自分思いつかないですよね。でもなんかこの時代やっぱこういろいろコンセプトを持って、うん、なんかこういうので作ろうみたいな、うん、まあ、ある意味音楽時代のバブリーな時代があったので、うん、すごく実験的なこととか、そうですね、うん、こういうことがあの本当にできてたし、まあ、なおさら、まあ、坂本さんもあの細野さんもそうですけど多分やっぱそういうことを率先してやられてたんじゃないかなっていう、そうですね、はい、でその中でもこうサディスティックスはやっぱりこう本日の2曲目、はい、マムロさんがやってる東京レコードからの7インチで出されてるオンザシーショア、はい、でこれはあのボーカルが女性の方で、うん、実はあの桑名春子さんということで、はいはい、やっぱり、ね、ボーカルが女性が入ってきたりとかもう自分で歌うとかじゃなくてやっぱこういろんな人とコラボレーションして作るみたいな、そこもやっぱ美しいし、さらにねその高中さんとか絡んでるからちょっとラテンな入ってますよ ね、いいよね、いいです、うん、なんか途中でサンバっぽいのとか入ってきたりとかして、まあ なんだろう、まあ、結局はなんかちょっとさっきも言いましたけどねちょっと実験的なことをやっぱこの時代に日本の音楽のそのチャートとかお金儲けとか関係なく自分の姿勢を貫いてやってきたみたいなのがやっぱりまあそこはもうほんとスネアバリに
に固いなんか決心を改めて感じましたね。ね、まあ、これからもねちょっとあのこれをきっかけにねぜひあのラジオの皆さんはねこのゆきひろさんの作品で、まあ、最後はあのメタファイブみたいなこともねテイさんとかと一緒にやられてたんでねぜひいろいろ僕らと一緒にあの音楽を掘り下げていっていただければと思います、はい、ということでお時間はあっという間ここまではマッカチンとムロでした。また来週。